皆さんこんにちは。本日はどうもご祝辞大勢の方にいただきましてありがとうございます。誠に恐縮しております。私のような70歳を過ぎたおばあちゃんの動画に皆さん飽きもせずお付き合いいただき本当にありがとうございます。3000人以上の方々とても感謝しております。ありがとうございます。6月7日23時までにご応募いただいた方やそしてご祝辞をいただいた方の、画面を出しております。それぞれ、皆様ありがとうございました。本当に感謝しております。編集の都合上23時以降の、ご祝辞いただいた方大勢いらっしゃったりそして、申し込みしていただいたご応募していただいた方もいらっしゃるんですけれどこちらには編集の都合上載っていません。ごめんなさい。記念品も本当に皆様に差し上げたいのですがとも数に限りがございますので申し訳ございませんでした。そしてですね応募の方もいただいた順番ですねランダムに前もってつけておりました。それに、抽選方法ですね、バラの花びらをちぎるという方法斬新な方法で、私もちょっとね変なかなと思いますけど、まあ、すいませんそういう風になっちゃいました。はい、そういうことで、はい、皆さん、ちぎったお花びらをご覧くださいませ。はい、なお静かバランさんの方からご希望があれば、数に限りはあるのですがニコライ・バークマンそして福山ローズなど福山の地名に関する、バラですね、数ございますので、直接お電話いただければお送りしますということでお約束いただいてますので、概要欄にお電話番号住所を載せておきますのでそちらの方にお問い合わせいただけたらと思います。今後とも、福山よろしくお願いします。2025年、福山、バラ会議に向けて頑張ります。はい、それではバラを育てている皆様2025年には日本の、福山でバラ会議がございます。今年は、オーストラリアのアデレードですけどお近いです。アデレードよりお近いです。もうチャンスだと思います。2025年までに、頑張っていきましょう。それではよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。3000人、チャンネル登録感謝に感謝プレゼント、たくさんの方応募くださりありがとうございました。またたくさんの方に、ご祝辞いただきありがとうございました。これから、ですねプレゼントの、抽選会をしようと思います。こちらですねこちら福山ローズ、ちょうどねご希望の方が8人と、こちらが、ニコライ・バークマン、福山、ローズですね。こちらが8人ということでした。なので、これをね、ちょっとこれからどなたかということで、抽選会を開こうと思います。ね、もうちょっとね、だいぶお花が傷んでしまいましたので、お送りするときに、この剪定した状態でね、送らせていただこうと思います。すごくね、ニコライ・バークマン香りがいいですよ。そしてね、福山ローズもお花持ちがいいという感じでございますね。はい、じゃあちょっとね、剪定をいたしますね。になりますがね、今朝起きて、こちらをね、剪定したんですよね。ジャスミーナ、そしてね、向こうに見えますね、フロレンティーナ。あー、すごい時間かかりました。そしてね、ここにあるね、見ていただいたら分かると思うんですけれど分かるかな、はい、ブドウなんですよね。マスカット、お今年はねなんとかね少しは食べれるかなっていう感じのマスカットちゃん、このね、すごく茂るんですよね。なのでねこの剪定をしました。
だいたいね90リットルぐらいねゴミが出ましたね。はい、予算でした、すいません。それでは参ります。そうですね、バラの YouTuber らしく花びらで、抽選会をしようと思います。どちらもね8人いらっしゃいましたので、これをね1枚ずつね、1,2,3,4,5,6,7,8 とね、ちぎっていって、最後に残った方が当選とさせていただきます。ちなみにこの花びらの数ね、私数えていません、わかりません、のでよろしくお願いします。ちょっとね難しいですね、片手でするというのはね非常に難しいということで、私増やしたらいいのかな、花びらこちらからかな、取ればいいのかな、中にね残っていきますね。はい、こちらから取っていこうと思います。こういう時ね、なんか首にかけるようなね、道具があったらいいですね。スマホ1台でね、撮影から編集、まで全てこなしていますので、申し訳ございません。雑なことでね、本当に皆様にはご迷惑かけています。で、こんな風にね、1枚ずつ。はい、これが1番の方。はい。はい、これが2番の方。はい。よいしょ。はい。これね、永遠にやっていくとね、大変になりますので、私を信じていただいて、ここにね、ずっと並べていきますので、よろしくお願いします。はい、5、6、はい、7、8。一番最後に1が残りましたので、はい、1番目の方の当たり、福山城は1番目の方に当たりでございます。見えるかな？はい、福山城は、1番目、これどう1番目 ?2 枚ある。2枚ありますかね、これ。ちょ、判定に出さないといけない。あ、これ2枚と勘定しますか。はい、1ですね。はい、これで2。はい、2番目の方です。福山城は2番目の方に当たりました。ありがとうございました。ここはね、ここは違いますね。花びらの中。これを言ったらもうね、キリがなくなりますので、額のこの縁についてたところということで、はい、2番目の方が、当選になりました。福山城おめでとうございます。ね、1名しか当たらないので、外れた方も本当に申し訳ございません。それではニコライ・バークマンね、こちらの方行こうと思います。こちらはね、こちらもね、こう外からしか外れないので、外から外そうかなと思います。外からね、外していこうと思います。もう、はい、1回しかしませんのでね、
本当にもう外れた方ごめんなさいね。もう本当にもう全員の方にね差し上げたいのは山々なんですけど、申し訳ございません。だってすごい汚い手してますね。ごめんなさいね、作業中の手でございました。はい、ではねここからねちぎっていきます。本当心苦しいです。はい、1位ですね。はい、ここが2ですね。はいはい、こちらも8位の方でしたので8を何回も繰り返していこうと思います。3ですよね。はい、3ですね。確かに3、4、3ですね。はい、今度はちょっとここに押しますね。入ります。はい、4、はい、これ二つある。二、三。これできるかな。ちょっと折っちゃいますよね。ここでないですね。三。はい。四。はい。五。はい、6、はい、6、難しい、6、6、これはできない。ちょっと待って、6までいったちょっと難しいです。ちょっとね、これね判別つかないんですよね。ごめんなさい。こう、2個目はこのままもう一回します。すいません。こんなぐしゃぐしゃになってしまいましたが、もう一回しますね。すいません。ああ、いい顔です。ああ、ちょっとね、ちっちゃないけど、こっちでせんといけんですね。はい。こちらでいたします。ちょっと虫ちゃんがおってね、嫌だったんです。皆さんにお見せするのね。だからですけど、もともとの怖いダークマンって、ここが固まってますよね。固まってるから、ああいう数え方したら難しいですね。こちらからやってった方がいいのかな。もうこの花抽選、花びら抽選、そもそも間違いでしたかしら。はい、栗山城はすんなり行きましたけどね。はい、ではニコライ・バークマンめげずにやっていこうと思います。皆様ね、信じてください。わー、虫がいますね。いい香りですからね。来るんです。ごめんなさい。農薬してません。はい。ではやっていこうと思います。どうかな。膝の上にカメラを置いて。
難しいな。よいしょ。申し訳ございません。この角度でございます。見えますでしょうか。これでやってまいりますね。はい、それではこちら側はなしようですね。はい、ご来場悪魔。はい、行きまーす。ご来場悪魔行きまーす。ぐじゃっとなってますね、悪魔。はい。はい、これね、これもすでにね、ちぎれてます。ちぎれてますね。あれもどうなってんのか。もうこれしかないですからね。ご了承ください。もう、こんな感じ。これ1としますね。1。はい。ちょっと待ってください。いいように見えない。はい。はい。はい。2。はい。はい、3。3。はい。3の残り。3。はい。4。はい。4。これは数えられなかったわ。4。まあ、どうなってんのかな。4。これ、こうね。5ですね。5。はい。気が遠くなっております。5。これも残るかな。5。6。はい、6。はい。1。はい。8。1からですね。ここからですよ。ここから。はい。はい。1。はい。2。はい。3。4。5。6。はい。7番目が残りました。はい。それでは、エントリーナンバー7番目の方ですね。ニコライ・バークマン7番目の方が当選なさいました。はい。ありがとうございました。もうね、こんな変な抽選会に、はい、お付き合いいただいてありがとうございました。ニコライ・バークマンは7番目の方です。ご当選おめでとうございました。こんにちは。今日は矢掛町にやってきました、目的はね、バラのおせんべいを作ってもらおうと思ってやってきましたよ。